育野区は大阪市を構成する24行政区のうちの一つ。文化的には万葉の時代からの歴史や伝承が残されている土地である。安倍の春ルから見下ろす景色。左側の半分ぐらいは育野区に属する上町大地の東側に位置し、平坦な地形が続く。区境は西側が大阪環状線、北側が近鉄大阪線。 奈良線によって形成されているために直線的なものになっている。そのために北西端に位置する JR 西日本近鉄鶴橋駅は駅舎の一部が隣接する天王塾や東成区にまたがる格好になっている。区の総人口127,158人。外国人住民は27,460人で、区人口の約21.6%に達し。 大阪市の行政区で最も多い。ちなみに、外国人比率の高い自治体である、群馬県大良郡大泉町は19%、全国最多の外国人住民を抱える埼玉県の川口市の外国人人口は、約3万9000人で住民の6.4%、全国2位の外国人住民抱える、東京都内における最も外国人人口の多い、新宿区の人口に対する、 外国人人口比率は12.6%である。同区の比率はその倍近い数字であることから、全国で最も外国人居住者の比率が高い行政区の一つである。その多くは在日韓国朝鮮人である。ロート製薬本社個人商店、中小企業が多く、特にゴムとガラス工業が有名。田島のメガネレンズは特に有名で、昭和40年代までは、 全国シェアの90%の生産量を誇っていた。田島神社境内には、レンズ発祥の地の石踏みがある。商店街も多く、賑わいを見せている。また、ロート製薬、古田製菓、ノーベル製菓、そして山本科学工業の本社や工場も幾のくの区に所在する。ちなみに、ロート製薬の一社提供番組であった、アップダウンクイズやクイズダービーなどで使われた。 オープニングキャッチの映像は、行野区、辰巳市にある、ロート製薬の本社工場、研究所である。鶴橋地域や今里新地地域には、コリアタウンが形成されており、コリア系商業ビルも存在する。また、かつては、近鉄バスも行野区内に路線があり、勝山2を経由する阿部伸ばし、近鉄八尾駅間、伏瀬から内間乗船。 南辰美駅を経て JR 平野まで運行していた。シャリ損傷寺また、行野区はじり祭りでも有名である。特に辰美神社のじりは行野区でも最大規模を誇る。行野区、平野区を中心に飛行に走った若者たちを養成する格闘施設。ありがとうございます。